GSX-R600 は、スズキが製造しているスーパースポーツタイプのオートバイである。GSX-R シリーズとして1992年から発売されている。GSX-R600 は、当初、1992年に登場した GSX-R750 を、海外輸出向きに排気量を小さくした派生モデルで、 あったが、その後欧州での 600cc クラスのレース活性化や GSX-R750 の国内正規販売が終了したことなどにより、次第にメイン車種としての開発が行われ、2006年型からは GSX-R600 のエンジンをボアストロークアップすることによって GSX-R750 が構成されるなど逆転し、その後600.750ともにほぼ確念で、 モデルチェンジを繰り返し、現在も日本国外向けに生産されている。なお、GSX-R600 は、ベース専用の、ベースベース車が、台数限定で、鈴木二輪から発売されている。最初のモデルは、GSX-R750 をベースに排気量を小さくした派生モデル。1993年モデルまでで一旦、製造終了。 1996年型 GSX-R750 をベースとして新たに開発された車両。スラットの導入により 600cc ながら最高出力は 106PS に達している。フロントホークは成立式を採用。1997年使用以下のカラーバリエーションで発売された。1998年使用以下のカラーバリエーションに改められた。 1999年使用以下のカラーバリエーションに改められた。2000年使用以下のカラーバリエーションに改められた。2001年にモデルチェンジ。フューエルインジェクションを採用し最高出力は 118PS まで向上した。2001年使用 GSX-R600-2001 以下のカラーバリエーションで発売された。2002年使用以下のカラーバリエーションに改められた。 2003年使用以下のカラーバリエーションに改められた。2004年にデザインを及びメカニズムを一新。シタン製バルブ、倒立フォークラジアルマウントブレーキキャリパー、ラジアルマスターシリンダーラムや吸気、高性能32ビット液採用等。これらの変更により最高出力は120、PS まで向上した。また、専用設計となった軽量コンパクトなフレームにより、 乾燥重量 161kg となった。2004年、使用 GSX-R600-2004 以下のカラーバリエーションで発売された。2005年使用以下のカラーバリエーションに改められた。2006年にフルモデルチェンジを行い、エンジン車体とも一新となった。新型エンジンのボアストロークはこれまで通りであるが、シリンダーピッチが短縮されよりコンパクトになった。また、 新たにバックトルクリミッターが導入された。最高出力は 121PS。この2006年型から GSX-R600 が開発のベース車両となり GSX-R750 は排気量をアップしバランサーシャフトを設けたバリエーションモデルという位置づけになった。GSX-R600 リットルレ2008年にモデルチェンジ。騒音対策に マフラーが大型化された。GSX-R1000 で開発された新機能 SDMS が採用され、ユーザーの好み、道路状況に対して最適な出力特性を3段階に選ぶことができるようになった。2011年にモデルチェンジ。昭和車程倒立テレスコピック式、ビッグピストンフロントフォーク、ラジアルマウントのブレンボ車程軽量モノブロック対抗。 4ピストンキャリパーを新たに採用。フレームやスイングアームからピストンまで多岐にわたる軽量化により合計 9kg の軽量化を実現。最高出力は 125PS。ありがとうございます。